お刺身3枚でお花ができる、華やかに見えるお花のせちらし。まずは大根を薄切り、ポリ袋に入れて赤しそふりかけ、そして簡単酢、よく揉み込みつけておきます。その間に温かいご飯に簡単酢を切り込むようにまんべんなく混ぜ合わせます。粗熱が取れたら器に盛って寿司ネタパックを使い、可愛く花形にします。まずはサーモン3切れを縦に並べてくるくる巻きます。はい、綺麗なお花になりました。マグロも同じように巻きます。続いては漬けておいた大根、型抜きを使って花形に。厚焼き卵は1センチ角程度のさいの目切り。寿司飯の上にカニ風味サラダを敷き、厚焼き卵も乗せます。イカ、ブリ、寿司エビを放射状に並べて盛り、お花の形にしたサーモン、マグロ、大根を乗せます。マグロたたき、イクラを周りに飾ったら青じそ敷いて、華やかなちらし寿司があっという間に完成。刺身は切らずに乗せるだけ。家族のイベントにどうぞ。